ストレス。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。リアトリモン。さあ、行こう。受けて立つ。来い。何より大切なものを守るために。キュービモン。よし、思いっきり戦うぞ。行くよ。ガルルモン。ここは俺が行く。まだまだ強くなってみせる。ヤタガラモン。全ては整った。ミカフツノカミ。暴れがいがありそうだぜ。俺の本領発揮だ。うわあ、ガルルモン。
どうよ。どれから片付けようか。未来を勝ち取るために。時は来たる。俺に任せておけ。さらなる力の解放だ。バロデュルモン、覚悟はいいか。よし、俺の番だ。敵にも負けない力を。これで終わらせる。承知した。やってみよう。たくま、ごめん。僕ちょっと。アグモン、これ以上の戦いは時間の無駄。早々にとどめを刺して。ミユキ、いや、姉さん。この声、耳に触る。姉さん、もうやめてくれ。なぜ、体が。ミユキの動きが止まった。やっと迎えに来られたんだ。50年も待たせて本当にすまない。消えてはならぬ声だというに。さあ、姉さん、一緒に帰ろう。には僕らの教授の声が聞こえてるんだ。お姉ちゃん、僕もここにいるよ。お姉ちゃんを迎えに来たんだ。姉さん。お姉ちゃん。
教授、レナモン、ダメだ、離れて。私の呼びかけも数日か。ふざけるな！そんな簡単に諦めるなんて許さないぞ！ねえ、お姉ちゃん、お願いだから僕の声を聞いてよ！無駄じゃ。巫女の意識を奥底まで沈めている。レナモン、一か八か本当の君の姿で呼びかけてみてはくれないか。そんなのもうとっくの昔からやっていた。だけど私ではダメだったんだ。そんなことはないはずだ。私はね、ガブモンと再会して君たちと我々人間との絆の深さを改めて知ったのだよ。だからきっと姉さんも。僕もそう思う。元の世界でミユキが言ってたんだ。ずっと心の半分を主に奪われていたって。だけど今はミユキの心は丸ごと主の中にある。だからこそ今ならレナモンの声も届くかもしれない。しかしそれで私の声が届かなかったら、私はレナモン、僕はいつだってタクマを信じてる。タクマが僕の特別な相棒だからだ。レナモンにとってのミユキもそうでしょ。だったらミユキを信じて。くぅ、みゆき、私の声が聞こえるか。無駄だとまだ分からぬか。たとえ何度忘れられようと、何度その心を主に奪われようと、私はみゆきを諦めない。だからみゆきも私の元へ戻ることを諦めるな。ユキ、あなたは私の半身なんだ。今の声は、ずっとあなたの帰りを待っていたんだ。あなたが私に気づかなくても。だけど本当は、私を見てほしく。違う、姉さん、みゆき、私は今俺、世界の主なり。レナモン、逃げろ。私が動く。私の力、思い知れ。アヌビ、行きましょう。
私の力も使う。アメミット。できたのか。闇を払う力よ、我が身に宿れ。昨夜も力は満ちました。
かるのか。歳を取ってしまったのに。根元は変わってない。レナモンもずっと昔のままね。ユキ、ようやくあなたの口からその名を呼んでもらえた。ずっと待たせてごめんね。いいんだ、私はミユキが帰ってきてくれただけで。私も帰ってきたかった。でもここって。話は後だ、ずらかるぞ。とりあえずミユキの救出が最優先事項って話だったしな。アキハル、レナモン、ミユキを連れてここを出るぞ。よし、みんな行こう。ミユキも一緒に逃げるよ。ダメ、動けない。何かが後ろから。ならぬ、ならぬぞ。この巫女は我が対岸の要たり。ダメ、力が。くそ、ミユキを掴んでいるあの手を何とかしないと。逃げて、私は、あいつに。ダメだ、姉さん。私は誓ったんだ、もう二度と姉さんを置き去りにしないと。だから私が、姉さんから離れろ。秋春、無茶だ。調子。教授、ダメだ、危ない。手を離して。それはできない、この手は二度と離さない。ならばその身を引き裂くまで。危ない。そうはさせるものか。私をかばったりなど。早くミユキを。え、何これ。レナモン、私何を。ミユキ大丈夫。ミユキが心配するようなことは何も起きてない。私のせいで。気にすることなどない。私はミユキを守れれば、それでミユキの大事なもの、あなたと、あなたの大事なハルが無事なら、私は。レナモン、あとは頼んだよ。本物のハル、行け、早く。お姉ちゃん。レナモン、レナモン。大好きだ、私の運命のミユキ。娘はもう二度と戻らぬ。
な。我絶対に戻さない。また戻っちまった。クソが、タクマ。タクマ、どうするんだよ。続けるのか、引くのか。もうダメだよ。逃げよう、勝てないって。タクマくん、しっかりして。このままじゃみんなやられちゃう。くそ、タクマが行かないなら俺が。ミノルくん、無茶しないで。ここは無茶するところじゃねえか。ミノル、俺たちでやるぞ。ダメ、お兄ちゃん死んじゃう。私はじゃあ僕は一体どうすれば。僕がいるよ。いつでもどんな時でも僕がいることを忘れないで。タクマ、タクマがくじけそうな時は僕に捕まってくれればいい。タクマがもうダメだと思っても僕だけはタクマの未来を諦めたりしない。僕がタクマの不安を全部なくすから。タクモン、僕はまだ諦めなくていいの？ミユキを助けたいって、世界を救いたいって願っていいの？当たり前だ。タクマの願いは僕が叶える。アキハル、どうやら先を越されたようだぜ。ガブモン、お前だってあいつと同じだろ。もう二度と諦めるもんかって決めたんだろ。ミユキを今度こそ助け出すってそう誓ったんじゃねえのか。だが私は結局お前が諦めなかったから、レナモンだって命を懸けたんだろうが。今度は俺に頼れよ。何のための相棒だ。秋春の手がミユキに届かねえなら俺が引っ張ってやるから。教授、僕はもうくじけたりしない。僕らにはアグモンたちがついてるんだ。最後まで僕らと一緒に戦ってくれる相棒が。だから教授も諦めないでください。一緒にミユキを助けてこの世界を救うって僕は誓ったから。ああ、そうだそうだね、タクマ君。我々の進む道は姉さんを救うその先にしか開かれないんだ。今まで感じたことのねえ思いが溢れてくる。アグモ、ガブモ。僕はこれをずっと待ってた気がする。タクマの一番強い気持ちが流れてくるこの時を。同感だ。秋春の強い覚悟が俺の中を駆け巡って。ダメだ、僕このままじゃいられない。
アグモン、俺らの熱はこの体には収まりきらねえぞ。うん、僕らは今から一つになる。アグモン進化、ガブモン進化。終止符を打とう。オメガモン、悪モンとガブモンが合体した。これは何ということだ。タクマ、アキハル、ここは私がオメガモンがやる。オメガモンだと？マジか。でもこれならなんとかできるかも。ううん、できる。うちたちもタクマさんに続こう。オメガモン、ミユキだけを引き離せるか。オメガモン頼んだぞ、姉さんを助け出してくれ。ああ任せよ。私がやろう。
レナモン！ああ、やだ。そんな光が。やだよ、レナモン。死んじゃやだよ。泣かないで。いつでもあなたには笑っていてほしいんだ。ようやくあなたを取り戻せた。再びあなたが私の名を呼んでくれた。私はそれだけで十分だ。せっかくまた会えたのに。大丈夫。君のそばには春がいるだろう。そんな、私だって君に生きていてほしい。先に行ったりしないでくれ。昔約束しただろう。私たちは、僕らは4人ずっと一緒だって。そうだったな。ようやく4人に戻っ。そうだよ、ずっとずっと待たせてごめん。でもこれからは、今度こそみんな一緒だから。なのにこんなところでお別れなんて、僕は嫌だ。そんなの嫌だ。秋春、春はいくつになっても頼りないな。そんなんじゃみゆきを任せられな。レナモン！レナモン！レナモン！私、ずっと待ってるわ。あなたが私を待っててくれたように、ずっと。姉さん、私も一緒に待つよ。俺も付き合うぜ。ありがとう、みんな。ここから逃げ出そうよ。みゆきちゃんに元の世界への扉を開いてもらって。僕もそれを考えてた。みゆき、こんな状況で悪いけど、お願いできるかな。それは今はまだ無理です。できないの？扉を開くのは武士の間でないとダメなんです。そこで叱るべき時に私の力を使わないと。なんか難しそう。あ、っていうことは？そう、やはり主とは決着をつけないといけない。ああ、そうなるよね。すまない、みんな、こんなことになってしまって。しかし、あの主を倒してこの世界を異変から救わないと。私たちの世界も崩壊してしまうわ。それさ、私いまいちよくわからないんだけど、どうしてこの世界の異変を止めないと元の世界が崩壊することになるの？いい機会だから説明しておこう。私たち水瀬家は
代々旧カノベ一帯で神職を受け継いできた家柄なのだ。そして姉さん、みゆきはその身に神の力を宿す神おろしの巫女として育てられた。だから不思議な力を持ってるのね。神おろしの巫女はこちらとあちらをつなげて道を開き、二つの世界の均衡を保つのがその使命なのだと言われている。そして私たち水瀬家の伝承では、この二つの世界は表裏一体と伝わっている。あの壁画にある通りなんだ。今、二つの世界の均衡が危うくなってるんですよね。要するに、あの主が世界のバランスを崩しちまったんだろう。それもあるだろうが、私は人々の信仰が弱まったせいだとも考えている。獣神への信仰が二つの世界の均衡を保っていたのだとしたら、その信仰が弱まったせいで二つの世界のバランスが徐々に狂っていった可能性は否めない。そんな信仰だけで？ここへ来る前に拓磨君が口にした言葉を覚えているかい？何の話の時でしょうか？拓磨君はこう言ったんだ。実在していない神は存在が希薄で、ともするといないものとして認識していると。我々人間だって存在を否定され、あるいは無視され続けていたら心は壊れる。姿形のない者たちも同じなのではないかと私は思うのだよ。なんかすっごい難しいんだけど。私はわかる気がするわ。この世界は人間から忘れられつつあったことで何かが歪んでしまったのね。いや、でもそんなことってあるのかよ。信じるのをやめたからこの世界が壊れるなんて。信じる心が人を動かし環境に影響を与えているのは間違いのない事実だよ。その膨大な繰り返しが次元に影響を与えないとは誰が言い切れる。私が、巫女の私が50年も元の世界からいなくなってしまったから。残念ながらそうかもしれない。巫女がいなくなれば信仰も薄れるものだから。そんな。大丈夫だよ姉さん、まだ望みはあると思うから。ある？教授、望みがあるって僕たちはどうすればいいんですか？この世界の維持には人の力が必要なんだ。この世界の存在を信じる人の心を結集させるんだよ。それって僕たちが元の世界に戻ってここのことを広めれば世界は救われるってこと？その可能性は大いにあると思う。つまりタクマたちみたいに僕たちを信じる人間が増えればいいってことか。俺たちが言ったところで誰も信用しないんじゃないのかな。うん、私たちまだ中学生だし、きっと信じてもらえない。しかしやらなければならないんだ。どの時代でも迷信は流布し、神への畏敬の念は存在する。決して不可能ではないと私は思う。そして君たちならできると私は信じている。ま、なんとかなるんじゃねえか。今までだってそうやって乗り越えてきただろ。いやいや、簡単に言うなって。だからこそみんなで力を合わせるのだろ。そうよね。私たちにだってできることはあるかもしれないわ。そうね、そうね、役に立てるように考えましょう。私たちもこの世界を救いたいものね。
でもさ、そのこっちの世界を信じる人を増やすって、まずは俺たちが元の世界に戻れたらの話だよな。うん、そうなるな。俺たちが元の世界に戻らないと全部おじゃんって話なら、次は何をすべきかってことだろ。カイトの言う通りだ。みんな、主の元に向かおう。よっしゃ、待ってたぜ、その言葉をさ。そうね、ここまで来たら後には引けないもんね。うん、仕方ないよね。私だってここでやめるなんて言ってないし。うちも賛成。やり始めたことは最後まで責任持ってやるもんです。もちろん僕たちも頑張るよ。いつでもみんな一緒なんだから。だってさ、タクマ教授、みんなもうやる気になってるぜ。ありがとう、みんな。愚かなり。生贄のこらめ、我が元に来たりて絶望するがよい。この声は。あいつの声。うわぁ、なんだよ、地震か。違う、これは。みんな気をつけて。我の道を妨げし、兄の子らよ、消え失せるがよい。うわぁ、タクマ。こちら A 班、対象者発見できません。了解、引き続き捜索を継続せよ。先生、落ち着いてもう一度状況をお話しいただけますか。心当たりは。心当たりは本当にないんです。勝手に出ていくような子たちじゃないはずなのに。聞いたか、大学教授や地元の兄弟も行方不明になってんだってよ。大学教授って60歳過ぎなんだろ。大人までいなくなるってやばいよな。集団失踪ってやつ。ここ50年前も似たような事件あったんだって。ここだけの話、神隠しって話だぜ。天狗か鬼の仕業だって。あのさ、変なのが回ってきたんだけどさ、これ山の中だよな。見間違いかと思ったけど。見てくれよこいつ。うわ、だいぶブレてるな。慌てて撮ったんだろ。なんだと思う？おいおい、これ怪獣じゃないか。明らかに野生の動物は違うぞ。こっちに映ってるのはピエロ？いや、でもあんまり人っぽくないな。こいつら向かい合って構えて、まるで戦っているみたいだな。まさかこれって神隠しの妖怪とか。やば、これネットにアップしたらバズんじゃね。いやいや、こんなの作り物にしか見えないって。まあでもまあ、試しにあげてみるか。
ここってなんだ。真っ暗でよく見えない。そうだ、アグモンは、たくま、たくまどこ。アグモン、よかった、無事だったのか。たくま、たくまも無事だった。よかったけど、安心しちゃいられないな。例の主は僕たちだけじゃ太刀打ちできない。みんなを探して合流しなきゃ。うん、行こう、たくま。みんなで主をやっつけるんだ。ここは歩きづらいな、真っ暗で足元もよく見えない。たくま、前、誰かの気配。誰か、そこに誰かいるのか。タクマか。おお、タクマ君とアグモン、ミユキと教授、ガブモンも。その様子だと怪我はないようだね。よかった、よかったわね、レナモン。タクマさんたち無事だったわよ。どこなの？僕ら今どこにいるの？ここは祠の最下層、主の住処、そして体内でもあるの。それに何より、この場所こそが元の世界との扉を開くことができる場所。タクマさんは一度来たでしょ、前に、元の世界に戻る直前。あの時の。でも、あの時は教室だった。あの時は私の半分が主に飲み込まれていたから。それで私の記憶が色濃く反映していたの。でも今は違うわ、主の感情そのものだから、黒いもので覆い尽くされてる。主は私たちが集まらないようにバラバラにして一人ずつ飲み込もうとしているのよ。だから早くみんなを探しましょう。教授？怪しっけ、笑ったりして急に思い出したんだ。君は私の姉は頼もしい人だったってね。50年前のことなんてずっと思い出せなかったのに。生意気よ、ハル。いつの間に私を君だなんて他人行儀に呼ぶようになったの？前みたいにお姉ちゃんって呼んでいいんだよ。もう他人に甘える年じゃないよ。ほら、そうやって遠慮しないの。前にも言ったでしょ。50年前にもそう言われたな。お姉ちゃん。ねえ、ハル、これが終わったらいろいろ聞かせて。元の世界に帰ったら、あなたの人生のことや、お父さん、お母さんたちのこと、それから、町のことも。あ、でもテレビが大きくなって壁にかかっているのは知っているわ。いいとも、何でも話すよ。何時間でも何日でも、ずっと。お願いね。それから、帰るならこの子も一緒に連れて帰りたい。だってこの子はずっと私のそばにいた。卵、レナモンか。ええ、だって私のパートナーなんだからね、レナモン。パートナー。ああ、そうだな。家に帰って3人で一緒に暮らそう。そのためにも今度は私が、いや、僕が守るよ。君、姉さんを。うん。
それじゃあ行こう。みんなを探して主と戦うんだ。一緒に帰るために。アグモン、僕たちも。え？